全水寺元三大指導全水寺庭園全水寺は、滋賀県湖南市にある天台宗の寺院。三号は岩根山。本尊は薬師如来。上楽寺、長寿寺と共に湖南三山の一つに数えられる。中世以前の遠隔はあまり明らかでないが、伝承では、奈良時代の和道年間に、現明天皇が国家人語の道場として建立し、 は同時と称したという。その後、平安時代の初期に、最長が入山して池から出てきた、薬師如来を本尊として、正宇の祈祷をし、天大寺院に改めた上で、延暦寺の別院書道を建立したという。漢武天皇が病気になった際、最長が法力により、当時の霊水を献上したところ、立ちどころに回復した。これによって天皇から、 岩根山前水寺の事号を賜ったという。その後に、境内は広げられ、本堂のある地を、中尾、清涼山を東尾、岩根山を西尾と言い、達中が、計26カ坊を存在していた。中でも岩根山は、全各院、中野坊角野坊岩造坊持ち連坊宝仙坊革新坊全明坊上新坊大門坊宝城坊 未造坊の十二坊があった。これにより岩根山は十二坊山とも呼ばれた。1953年に大雨により、二王門が流出した。郵便番号520-3252、滋賀県湖南市岩根3518普通車30台、大型車4台。ありがとうございます。